オークランドにあるブルーボトルの店舗ブルーボトル神戸カフェブルーボトルコーヒーカンパニーの日本第一号店である清澄白川ロースタリーカフェブルーボトルコーヒーカンパニーはアメリカ合衆国カリフォルニア州オークランドに本社を構えるコーヒー生産販売企業であるサードウェーブコーヒーの代表格とみなされているネスレのグループ企業の一つ 直営店ではコルタードコーヒーであるジブラルタルといったオフメニューアイテムも用意されている。サンフランシスコを拠点とする競合コーヒー企業にはホーバレルコーヒー、リチュアルコーヒーロースターズがある。オークランドで創業後、他地域に拡大しており、フェリービルやサンフランシスコ近代美術館、屋上庭園などサンフランシスコ各地にカフェを出展した。2010年、 ニューヨークに初出店した。2012年、かつて独立系コーヒー企業であったスタンプタウンコーヒーロースターズ等と同様の道を歩み、ベンチャーキャピタルから2000万ドルを調達した。2015年4月にはサンフランシスコを本拠とするベーカリーチェーンのタルティーヌベーカリーカフェを買収し参加に収めた。2017年9月、スイスの食品、 飲料会社ネスレが株式の68%を買収し、同社のグループ企業となった。2015年2月6日にはアメリカ国外初の店舗として日本の東京都江東区平野に清澄白川ロースタリーカフェを開店した。なお、この店舗の進出以前にも、 東京都渋谷区宇田川町の西部百貨店渋谷店もビータ勘地下のオープニングセレモニー内に2009年10月23日に開店したカフェポトラックでブルーボトルコーヒーのコーヒーが提供されていたがこのカフェは1年後に閉店している2019年1月時点で日本国内では16店舗が営業している2021年9月17日に 前橋市の白イ屋ホテルに出店された。2019年5月3日には、海外店舗としては2番目の進出国で、韓国のソウル市上東区清水に、韓国1号店を開店した。ありがとうございます。